はい、皆さんこんにちは。今日はタングステンの研ぎ方について紹介をしていきたいと思います。でよく多いのがタングステンは鋭角に磨く人が多いのですが、実は普段の溶接をするときなどはタングステンの研磨角度は鈍角の方が溶接自体はしやすいと思います。なので今回は鈍角だとどうなるかや鋭角にタングステンをするとどうなるかなどを紹介していきたいと思います。でその後にグラインダーでタングステンを削るときに簡単で綺麗に研磨できる方法を紹介していきたいと思います。あと前回紹介したこの動画でのグラインダーの刃を使用していますので、とてもこれはおすすめですので、よければ購入して使用してみてください。でこちらのおすすめ道具9選という動画の概要欄にこの商品の URL は載せていますので、よければそちらから購入をしてみてください。それでは実際に紹介動画に移りたいと思います。はい、こちらがタングステンの鈍角と鋭角に削った写真なんですが、下が鋭角で上が鈍角です。で結構多いのが下の状態の研磨角度でタングステンを削っている人が多いです。でこの鋭角と鈍角でどういう差があるかと言いますと、この鋭角の場合はこちらの図のように削っている部分が多いのでアークが出るところも多くなります。なのでアークがとても広がりやすくなってしまいます。なので一点を狙いたい溶接をするときなどにこのように広がってしまいますと溶接はしづらいと思います。でこの鈍角と鋭角の差はそこまで激しくはわからないのですが、アークを広げたい溶接というのはなかなかないと思いますので、基本的に僕はタングステンの角度は鈍角で削るようにしています。次にこちらの鈍角ですが、鈍角はアークがとても集中しやすいです。なので一点を狙いたい溶接をするときに適していると思います。でこちらの図を見てもらえば分かる通り、先ほどよりも研磨しているところが少ないので、研磨しているところからアークというのは発生しますので、このようにアークが集中しやすくなります。でこれの場合ですと仕上げの溶接をするときなどでも一点を狙いながらローリングをしたりして溶接をすることができるので、鋭角に擦っているせいでアークが広がり幅が整いづらくなるということなども少なくなります。それとあまり自分的には分かりませんが、アークが集中しやすいので周りに熱がかからないということで歪みも少ないという人も結構います。なので基本的には鈍角で研磨する方がメリットは多いかなと思いますので、いつもなんとなく鋭角の方が綺麗にアークが出る気がするという感じで鋭角に研磨している方などは鈍角に研磨して溶接をしてみてください。鈍角の方が削るのも早くて楽ですので、鈍角を僕はおすすめします。次におすすめ道具で紹介したこちらのグラインダーの刃を使用して簡単で綺麗な削り方を紹介していきたいと思います。まずですが、このようにグラインダーの裏側で擦るのがとても綺麗に削ることができておすすめのやり方です。これですとグラインダーについているカバーにタングステンを固定して研磨することができますので、手が震えることなく綺麗に研磨することができます。このようにカバーに固定してもらうとグラインダーの回転でタングステンが流されることもないので綺麗に研磨ができます。で実際に鋭角と鈍角でタングステンを研磨したんですが、ここに当てながらタングステンを削るとこのように全くタングステンがブレることがないです。これを逆にカバーに当てずに研磨をしてしまうと回転でタングステンが流されますので、タングステンがブレて完璧な綺麗な状態で研磨するということがなかなか難しくなるので、この裏側に当てて研磨するととても楽ですので、よければ試してみてください。でこちらが実際に鈍角と鋭角で削ったタングステンです。今までなんとなくタングステンを鋭角に削っていたという人もいると思いますが、今回の動画でタングステンを鈍角にするとメリットがあるということが分かったと思いますので、特に理由なく鋭角にタングステンを削っている方はタングステンを鈍角に削るようにしてみてください。これで今回のタングステンを鋭角と鈍角で削るとどういう違いがあるかとタングステンの簡単な削り方を紹介した動画を終わりたいと思います。今日も最後までご視聴ありがとうございました。